はい、というわけでみんな、今日はここにやってきました。お、ここは一番の場所だ。あのスキビリタワーディフェンスの場所です。以前ね、1万ロバックスを使ってアップグレード大胆テレビマンが出るかっていう動画を撮ったんだけど、あれがみんなのおかげで結構再生数が伸びて助かりました。というわけで今回はね、お金が貯まったのと、なんか新キャラが来たみたいだからね、早速使っていこうと思います。というわけでね、まずみんな、ガチャで、この DJ スピーカーマンを引きました。そして、このね、グリーンレーザーカメラマンも強いって聞いたんだよね。今回お金貯まってるから、このね、29,000使って、アップグレードタイタンシネママンが出るかやってみたいと思います。お、なるほど。さあ、みんな応援よろしく。今回は2万ぐらいあるから。さあ、それじゃあ行きます。せーの、スタート。さあ、出るかな？アップグレードタイタンテレビマン。お、今回こそ出てほしい。お、シークレットエージェント出た。さあ、というわけで、あ、ミシックも出たね。さあ、俺が欲しいのはゴットリ。出るかな、ゴットリ。さあ、あ、待って、あ、出た！本当だ、出た！みんな出ました。え、あっさり出た。じゃ、ちょっと今回はね、これプラスさらにね、みんな新キャラが来ました。なんと新キャラでね、タイタンクロックマンが来たみたいです。うわ、これは美味しすぎる。チートなんじゃない？チートっぽいよね。というわけでみんなこれ使ってみようか。じゃ、今回はこのグリーンカメラマンでお金増やす人、DJ スピーカーマン、タイタンクロックマン、アップグレードタイタンシネママン。で、ちょっと今回これでね、ナイトメアモード行ってみようか。これで勝てる？一人でいけるの？ま、この最強のキャラならいけるんじゃない？無理かな。あまりどこがいいとか分かってないんだけど、とりあえず行ってみようか。さあ、というわけで始まります。さあ、というわけでナイトメア行ってみようか。ナイトメアモード、このグリーンカメラマンが強いみたいだから。じゃあまずはこの辺だ。よし、この辺で召喚していこう。さあ、まずね、このキャラでお金を貯めていきます。お金がね、入るようにここにキャラを置いていこう。増えるから。さあ、というわけで、おお、どうだ、いけるかな。あ、いけてるいけてる。あ、強いね、コンビルト。あ、でも敵が多いな。ちょっと、よし、これでお金を増やせるキャラをたくさん置きました。お、もう、ちょっと硬いの来た。あ、勝てるかな、これ、一体で。なんとかやってくれないかな。あ、待って、あ、戦える、いけるいける。よし。クロックマン、まず、召喚したいね。ちょっとこのグリーンカメラマン、置いとこうか。こんな感じでね、勝てるかな。おし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 、勝てる。さあ、というわけで、みんな結構ピンチ。めちゃめちゃ待って、もうやばい。ちょっと待って、お金他のところに使いすぎた。こんな感じでちょっと強くします。どうかな。うわ、体力多すぎるね。ほんとだ、俺ちゃんちょっとピンチじゃない。なんか重たいんだよね、サーバーが重たいのかな。さあ、こんな感じで、ナイス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 。オッケー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 。倒せ。ちょっとまずいよ。さあ、節約するためにね、ちょっとキャラを少なくしてるんだけど。おし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 、いけ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 。ギリギリだ。うわ、俺ちゃんギリギリセーフ。さあ、スキップを押しすぎてちょっと大変なことになった。ギリギリセーフだった。まあでもこれでお金が結構貯まってきた。2000までもうちょっと。さあ、というわけでみんな、ウェーブ級でなんと2000貯まりました。わあ、やった、ついに召喚できる、来た。さあ、行きます。うわあ、かっこいいな。待って、こっち向けにしよう。強化したら広くなりそうだから、この辺にしよっか。どうかな。おお、さあ、強そう強そう。あ、叩いた。攻撃力、もう5000もあるんだ。ほんとだ、魔力使えないのかな。時間止めてほしいね。みんな、ここにボタンがある。タイムストップ。うわはははは、強すぎる。なに。え、いや、これチートなんじゃない。さあ、何回使えるんだろう。ちょっとピンチの時に使うのかな。もう一回使ってみます。あ、今使えない。え、そうなの。クールタイムあるんじゃない。クールタイムあるのかな。 DJ スピーカーマンも置いて攻撃力をアップさせます。こんな感じにしとこうかな。おし、シネママン置きます。あ、この範囲しか無理ってことかな。なるほど。じゃあ、こうしようか。そういうことかな。おお、え、待って、普通じゃん。あ、なになになに、全然アップグレードされてないんだけど。あ、強化すればいいんだ。なるほどね。うわ、なんか強いの来た。あ、やばい、ぶつかられる。大丈夫か。うわー、眠った。オフラインになっちゃった。どうしよう。待って、時間止まれるかな。時間を止まれ。あ、時間まだ止めれない。待って、時間止めれるの？一体いつになったら時間止めれるんだ。ちょっとこれレベル上げよっか。
おし、レベル上げた。あ、ナイフ来た、ナイフ来た。これ強くなったんじゃない？ちょっと。ほんとだ、ちょっと強化された。うわ、もう結構強いよ。ほんとだ、俺ちゃん結構ピンチだ。ナイトミア一人行っても結構やばいのかな。結構きつそうだけど。黒クマ強化しよう、次。お、刀が出た。刀っていうか、針、時計の、なんか、杖みたいなの出した。やったやった。これで戦ってる。おっしゃ、チャンスだ。さあ、もう一体範囲攻撃のキャラが欲しいな。もっと範囲攻撃しないと。確かにちょっときつそうだね。あ、待って、見て、ブルオ。なんか、射撃してるよ。ほんとだ、遠くから撃っている。あ、強化すると遠距離攻撃も使えるんだ。お、強い強い強い。すごいじゃん。お、倒した。さあ、というわけで、シネママンを足します。おい、シネママン足した。もうウェーブ20まで来たよ、みんな。ちっちゃいのは全部タイタンシネママン倒してくれる。ほんとだ、全部焼き尽くしてる。これ強化をさらにしよっか。アップグレード、さらに強化しました。さあ、待って、バック、何してんの？何仲良しでしてんの？ちょっとまずいから時間止めてみる。おー、止めた。また止めれた。待って、どういうタイミングで止めれるんだろう。強すぎる。みんな、ずるでしょ、これ。どういうタイミングで止めてるんだろう。この辺に置いてさらに時間止めれないかな。あ、2体置いても時間をね、止めれるのは1回だけかも。そんな。さあ、というわけでみんなレベル27まで来た。アップルのタイタンシネママレベル、さらに上げていきます。おいしょ、レベル4になった。おお、ほとんどのところに画面がついたね。ほんとだ、結構強そう。これ結構強いんじゃない？次が最後の強化かな。さあ、みんなレベル30、結構やばい。これちょっと使うか。さあ、みんなが攻撃できるところで使った。これちょっとレベルアップしよっか。グリーンカメラマン。さあ、グリーンカメラマンレベルアップして、おし、最大レベル、これが1体いれば結構いい気がするんだけど。ほんとだ、強いね、俺ちゃん十分強い。さあ、グリーンカメラも強い、倒した。さあ、もうレベル上げていくしかない、どんどん。お、俺ちゃん追われてる。うわ、硬いの来た。ちょっとこれ時間止めれるかな。全員動いたタイミングで止めたい。ここだ、来た来た、時間止めた。いけいけいけ、フルボコだ、フルボコだ。いけ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 、倒せ倒せ。おし、それさえ倒せれば。山の中いる。結構長い時間止まるの。レベルアップでもしかして時間止まるのも長くなるのかな。おお、すごい顔。すごい顔だ。待って待って、結構やばいな。でも逃げるんじゃない。何合体してるんだ。合体するんじゃない。おし、ナイスナイス、寄り道したぞ一人。待って、これ行っちゃうけど多分ね、帰ってくるから多分大丈夫。さあ、というわけでやっときました。みんな止めきれるか。あとちょっとだね。あとちょっとだけどね。さあ、だいぶこのね、タイタンクロックマンの能力に救われた。おお、余裕だ余裕だ、いけるいけるいける。さあ、攻撃範囲広いから。ナイス、オーケー、倒した。いけました。タイタンクロックマン先に上げてみようか。これ強化できるかな。オッケー、来た。まだあるんだ。次2万とかだ。おお、だいぶ見た目がゴージャスになってきたね。攻撃速度めちゃくちゃ速くなった。このアップグレードタイタンシネママレベルアップします。せーの、おいしょ。おお、来た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 、ほぼフル強化になってきた。胸からビーム出てる。ほんとだ、さらに強くなった。あ、範囲攻撃だけじゃなくて単体攻撃もできるようになるんだ。え、強くない？これ G マンだよね。G マンの 4.0 ってこと？倒した。普通に倒した。もし1枚いったらみんな行きます。フル強化。せーの。おいしょ、まだあるんだ。ジェットバッグついた。さあ、みんな43。ウェーブ43。ちょっとピンチになってきた。おお、ちょっと攻撃されてるね。もう相当硬いよ。ちょっと時間止めるべきか迷うね。さすがにちょっと怒りそう。時間止めます。来た。来た、この集中モード。いけ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 。この間に倒す。さあ、みんなに攻撃すれば怖くない。このトキシックトイレットも倒すそう。お、ほんとだ、もうちょっと。お、倒した。あ、まだいた。オッケー、これで最後だね。さあ、というわけでみんな、ウェーブ47でなんと2万貯まりました。いきます。これタイタンクロックマンレベル6かな。6、おマックスになった。すごいすごい。なんか出てきた、後ろに。ほんとだ、最強になった。これかっこいいね。で、攻撃範囲もめちゃくちゃ広い。で、なんか手裏剣みたいなのも浮いてる。かっこいいな。うわ、飛んでってる手裏剣が。あとはこのね、アップグレードタイタンシネママンを最高レベルにできるかどうか。待って、みんなこれ次最後じゃない？時間を止める能力残ってるから、最後使っていくよ。というわけでみんな勝ったら絶対に高評価、チャンネル登録、よろしくね。
絶対にお願いします。勝てるんじゃないこれは。余裕な気がするんだけど。余裕かな。あ、ボス来た、ボス来た。さあ来ました、やっぱり来たね。さあこれは一番いいところで時間止めるよ。真ん中のとこかな。さあみんなボスに使います。時間を止めよう。行くぞ、せーの、おいしょ。みんなでボコボコだ。いけいけ、ボコボコだ。倒せ倒せ、最強すぎる。おりちゃんこれ強すぎる。なんでこれ。さあもう最強でしょ、十分十分。あ、これマイケルだ、マイケルのスキビリだ。オッケーオッケー。さあボコボコでしょう、これ余裕すぎる。ほとんどこの2体だけだからね、最強まで強化したの。さあ、お、勝った、やりました。さあ2倍のやつ持ってるからなんと1200円もらえました。やったー。1時間ぐらいかかったけど、でもそんなに苦労しなかったかな。確かに能力使えば余裕だ。おいしょ。はい、というわけでみんな、このキャラの組み合わせチートすぎるだろうと思ったら、絶対に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また動画が人気だったら続けていくかもだから、みんなたくさん動画再生してね。いっぱい見てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー。またねー。